ソリは、底面を滑走させることにより、物体の移動を補助する道具。英語では小さなものをスレッドそれより大きなものをスレー、そして一番大きなものをスレッチと呼び分けている。ソリは、代表的な雪上の運搬具である。雪上の運搬具、交通機械には、雪上で荷重を広い面積に分散させて、沈下を防ぎ、 牽引力と運動速度が得られるような構造である必要がある。ただし、ソリは自力では動くことや方向を転換することができない。動力ごとに人引きソリ、犬ソリ、馬ソリなど各種の形態がある。ソリは地域ごとに雪質、雪上や運搬の対象物など各地の事情に合わせて発達したため形状や発達の経過などは多種多様である。ソリは 雪面や表情など、摩擦の少ない場所で使われることが多いが、砂上や芝生のように滑走させることが可能な場所であれば用いることができる。古くは、石材や木材の運搬具としても用いられた。19世紀から20世紀の初頭にかけては、主にイギリスの探検隊によって、極地方の探索に用いられていた。犬ぞりもロアールアムンセンのほか 多くの探検隊が使い、スノーモービルにとって変わられるまで、極地方の主要な交通手段であった。現在の探検家の多くは、ソリにタコを結びつけて、風力で動かしている。木製やプラスチック製、ダンボールなど紙製の数とのりのソリは、玩具として使われており、丘を滑り降りるために使われる。なお、運動会の種目の中には、二人一組になり、 カズトがソリに乗り込み、もう一人がそのソリを引っ張るという競技内容の種目が設けられる場合がある。ボブスレー、リュージュ、スケルトンは冬季オリンピック正式種目。パラアイスホッケーは冬季パラリンピック正式種目。バンエイ競馬における馬ぞり、犬ぞりなどは競技としても楽しまれている。ソリは工事現場などで、石や樹木などを運ぶ時にも用いられる。 摩擦を小さくするため、反り道と呼ばれる、半割の丸太や竹を複数並べたところを滑走させる。大きい建設機械が入らないような場所で使われることがあるが、小型の運搬機械が使用されることが多くなっている。なお、コロで移動させるときも、その上にそりを乗せて使うことがある。そりは航空機の膠着装置としても用いられる。飛行機では、 胴体ビ部仮面にある、突起状の部材、または装置であり、日本語では、オゾリという。速度の低いヘリコプターでは、金属の棒やパイプで構成される簡素の足である、スキットが利用されてきた。ABCDEFG 細谷正幸 2001P5ABCD 人力による、運搬組み立て工法の手引き。日本造園組合連合会。 2019年10月16日閲覧。ありがとうございます。